はい、田中90です。今回はですね、皆さん、ついにおそらくランクマッチのシーズンが更新されることがね、確定しました。というのもね、皆さん、このゲームって公式情報をレディットってとこで投稿してるんですけど、レディットでこういう投稿がなされました。読むよ。グリーティングコールオブデューティーモバイルコミュニティ。はい、ここ辺挨拶なんでどうでもいいでスルーしまーす。で、いろいろ言ってるけど、まあ大事なところはまずはね、トゥデイからかな。トゥデイ、今日、今日、We are officially announcing that next update is coming out into phase。私たちは公式にお知らせできます。次のアップデートについて、そのアップデートは2つのフェーズに基づいて行われるっていう感じの訳っぽいですね。はい。英語ね、そんな得意じゃないんで間違ったらすいません。で、次。The first of which will be hitting next week。 最初のアップデートは、来週来ますよという感じですね。まあ、なんで、まあ、レースに考えれば22から28の間に1つ目のアップデートは来ると。で、次。 The second phase will be landing one week later。 はい、ランディングっていうね、なんかね、ランドンかね、動詞になるとね、どういう意味だか分かんないんで見ていきまーす。上陸させるみたいな意味なんだね。じゃあ、The second phase will be landing。まあ、まあ、来る的な意味でしょう。で、1 week later、1週間後。At the beginning of April。あ、これで確定しましたね。これ4月の最初の方に、まあだから4月の1日とか2日とか1週間後なんで。まあだから4月の初めとかに来るんじゃないですか。まあ、The beginning of April なんで。まあ、4月1日、4月2日、4月3日、4月4日ぐらいだと思う。うん。あれなんだよね。この多分、ワンウィークレターは、ネクストウィークのワンウィークレターが2週間後って意味なのかな？これは多分。おそらく2週間後的な意味だと思うわ。だから、そうだね。うん。まあ、少なくとも4月4日までには来るっていうことで確定でいいと思う。で、これを見る限りね。まあだから、ランクマッチの更新は4月のね、まあ4日より前に来るぐらいの印象で確定しました。で、ここで注意しなきゃいけないのは、その前、注意する前に内容を言うか、このアップデートの内容。このアップデートの内容もね、言ってくれてるんですよ。いくよ。Between、those two updates will have the new modes。まあだから、この2つのアップデートの間に、2つじゃない、新しいモードが来ると。A new score streak, in-game UI changes, bug fix, andアディショナルクレジットストアアップデート、アニューランクドシーズン、アブランドニューバトルパス、アンドオフコースザリリースオブザロングアウェイティッドマルチプレイヤーマップメルトダウン。まあこれはぶっちゃけ英語ができなくても大体わかると思うんですけど、一応訳すと、まあ新しいスコアストリークで、UI が変わると。で、バグも直すと。で、クレジットのね、あのストアのアップデートが来ると。で、新しいランクの、ね、シーズン来ると。あ、ブランドニューバトルパス。要は、今、ディサノバードだっけな？ちょっと待って。わかんない。ディサボワードだっけ？ディサ、なんだっけ？ディサなんとかさん。いや、もういいや。ディサなんとかさんシーズンなんだけど、そのディサなんとかさんシーズンじゃなくて、シーズン4のね、バトルパスが来ると思われる。多分。なんでかっていうと、ニューバトルパスって書いてるから、シーズン4とは一言も言ってないんで、これね、結構重要で、あの、コットモバイルって、この、ほんとね、ニューバトルパス、シーズン4って、ね、安直にいかないんですよ。簡単に言うと、ニューバトルパスはあくまでニューバトルパスなだけであって、シーズン4ではない可能性あるんで、ここ注意。まあ、おそらくシーズン4だと思うけど、でもその変化球投げてる可能性あるから気をつけて。で、and of course the release the long awaited multi player map meltdown。 まあ、メルトダウンが来るって感じですね。メルトダウンっていうのは、BO、なんだっけ、3だっけ。あー、懐かしいね。やった記憶あるわ、これ。BO2 かな？うん。BO2 確かにあったな、こんなマップ。うん、あったあったあった。CODBO2 にこんな似たようなマップあった。で、メルトダウンはね、まあ、どんなマップかっていうと、うん、あんま印象ないね。なんか、そんなすごい、悪い印象もなければ、いい印象もないんで。まあ、普通のマップじゃないかな。うん。そんな印象ないね。申し訳ないけど。で、警戒してね、欲しいって言ったのは、もしかしたらこの情報が1週間後とかね、2週間後には正しい情報ではね、ない可能性があるんですよ。
いやこれ公式がね出した情報なんだろってねツッコミ入るんですけど、このゲーム実はですね以前出した情報が違かったねことがあるんですよね、公式が。というのもこのね英語を見てほしいんですけど、これかな、これ公式英語ツイッターの情報なんですけど、これ動画でもね触れたんで、もうくどいって人がいると思うけど、まあ知らない人もいるんでね、もう一回ね訳したり解説すると、このね、英語は要はね質問に対する答えで、どういう質問に対する答えかっていうと、ランクマッチじゃなくてバトルパスか、いや違うな、ランクマッチのシーズンっていつ終わんのみたいなね質問に対する答えで、でそれに対する回答が Here はい No rank is one はディフィレントタイムライン&シュルビーエンディングミッドマッチ、いいえランクマッチと、バトルパスは違うねタイムラインですよと、そしてランクマッチはシュズビーエンディングミッドマッチなんですよ、3月中旬に終わるんじゃねって言ってるんですよ、これシュズなんで確かに確定はしてないんですけど、3月中旬に終わるんじゃねぐらいの感じだったっぽいんですよ公式も。でも現在終わってない、もう3月中旬過ぎてんじゃん、3月終盤じゃん、つまり公式が出した情報でも、まあ、シュズとかついてる場合はあんまね、まあ、ちょっとまあそうなんだろう、まあ嘘とまで言わないけど、まあ間違えてるっていうか、来るね、まあ来ないね可能性も全然あるんで、まあ今回の英語はね見る限りシュズっていうね英単語はついてないんで、まあ来ると思うんだけど、まあこういう例もあるんでね、まあ一応警戒っていうか、そんな期待しすぎるのも良くないって感じですね。これ多分あれなのかな、本当公式英語ツイッターの書いてる人って情報言ってねえのかな、開発の情報とかそのランクマッチの情報とか、あんま意思疎通できてないのかなって感じすんだよな、公式英語ツイッターとレディット、レディットに書いてる情報はねでもね結構わりかし信憑性高いから、まあ信じていいと思うんだけどね、結構ねレディットではね最初の方から3月終盤にランクマッチ来るぜって言ったんだけど、公式英語ツイッターは3月中旬だったんだよね、このね、公式内でも、だからね、俺はレディットの信用した方がいいと思う。だから公式英語ツイッターあんま見に行かなくてもいいと思う、正直。違う情報言うから、普通に。で、このね、レディットで、さらにね、面白い情報が追加されてるっていうか、どちらかっていうとすごいくどく言ってんだけど、ゾンビモードが削除されることはね、このレディットでももう確定してるんですよ、また。レディット？レディットこのね、1週間に1回ね、こういうね、公式情報出してるんだけど、すごいのが毎回言ってんだよね。ゾンビ削除されるよ、削除されるよってね。まあ、直接的、間接的に。というのも、このゲームさ、まあ、リーク情報結構あるじゃん。リーク情報見ると、ゾンビ削除されねえような印象あるじゃん。なんかその新マップが来たみたいな。あれね、ガレーナ版だと思うんだよ、おそらく。ガレーナ版っていうのは、このゲームね、グローバルバージョンっていうのがあるんだよ。まあ、俺たちがやってるバージョンだと思うんだけど、プラス、ガレーナバージョンって、東南アジアバージョンっていうのもあるのね。で、そのガレーナ版って、そのグローバルバージョンとバージョンが違くて、要はちょっとゲームが違うんですよ。あっちの方だと、いろいろとね、試験的なこともやってて、そのガレーナバージョンでゾンビモードがね、追加されてるっぽいんですよ、その新マップのね。まあ、でも、これがね、グローバルバージョンに来るかは、正直不明ですね。うん。で、公式情報見る限り、まあ、おそらく来ねえんじゃねえかなって感じがする。すごいくどくね、さっき言った通り、訂正っていうかね、修正っていうか、消すって言ってるし。だから、まあ、リーク情報をね、まあ、その、信用すると、まあ、公式でゾンビモードがすぐ復活するような印象が出てるけど、実際はね、まあ、復活する可能性は少ないんで、まあ、今のうちに公式っていうかね、その、出してくれてるじゃん、あの、クレジットで。これかな、ゾンビモードのこれね、武器のかけらみたいな欲しい人はだからね集めておいた方がいいっすね。そもそも公式でもねそれを言いたいがためにゾンビモードがね削除されることをねまた触れてるんで、まあもうゾンビモードがね削除されるまで時間はもう少ない。なんかあれなんだけどちょっとラグいんだけど、ここ反応しないこと多いんだけど、すごいラグいこれで。ほらあと5日かな、5日で消えちゃうんでね、まあ公式が言う通りゾンビモードがね好きな人はね今のうちにこの武器をね買っとくことをおすすめします。はい、これは公式情報っす。はい、まあだからね今回こんな感じで、まあランクマッチのねまあ来る日にちをねまあほぼ確定させましたが、まあやっと終わるよね。長かったな、シーズン3のランクマッチ。ランクマッチもシーズン3じゃないんだっけ、今シーズン 3.5 ぐらいなんだっけな。まあそうなんだけど長いね。俺正直ランクマッチ1ヶ月半に1回ぐらい更新してもいいと思うんだけどな、どんどん。1ヶ月1回更新でよくない、ランクマッチ。なんかすごい長かったな、1ヶ月間。だって武器の調整なかったよ、ほぼ。もうちょっと武器の調整ガンガンしてっていいと思うんだけどな。うん、例えば M4LMG ね、今出てるやつ強くしたりとか、そういう感じのね武器の調整がどんどん欲しいんで、まあ、次シーズンはね1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいで終わってほしいですね。
なんで皆さんもね、今回ね、まあランクマッチの更新ね、まあいろいろなご意見っていうか、まあ英語についてのミスがね、俺の翻訳ミスがあったらね、どんどん教えてください。はい。じゃあ終わりたいと思います。お疲れ様でした。おっつ。